中山秀三郎中山秀三郎から1936年11月19日は、明治から昭和時代の土木工学者、内務技師、定心技師、東京帝国大学名誉教授、工学博士、中山義行新の三男として、三河国の方郡屋伝村にて生まれる。1912年7月、兄の孫との後を継ぐ。 1888年帝国大学校科、大学土木科を卒業し、関西鉄道会社技師として2年の実務経験を経て、1890年、同大助教授。1896年画界工学研究のため、欧米へ留学し、帰国後、1898年同大教授。この間、帝国経済会議、学術研究会議、土木会議等会員を歴任。 他、1910年内務技師を兼任し、臨時発電水力調査局に出資、1918年定新技師を兼任するなど、公安、水力発電、河川、砂防職人などに限りよ。1899年着工の横浜港、不登校時に戦艦工法を日本で初めて使用するなど、国内の河川公安学の発展に貢献した。 1926年退官し名誉教授。1934年帝国学士委員会員。ありがとうございます。